皆さんこんにちは、ドクターセルザーです。総進撃バトルの鬼門といえばウェーブ50のステージではないでしょうか。僕も何度も4立てされてクリアできませんでしたが、今回ようやくクリアできたのでその様子をお伝えしたいと思います。まずモスラ自体の耐久力を上げるためにポイント交換でモスラを手に入れて強化しました。これで芹沢家のモスラはレベル7になりました。それではチャレンジ開始です。49はまだ優しいのでクリアできますから、ウェーブ50に備えてダメージを食らわないように戦っていけば問題ありません。さあ、そしてウェーブ50です。今回はコングに対してカマキラスで誘導し、レジェ50をコングに向かわせました。運よくメーサー戦車も来たので、相手のレジェ50をこれで止めます。相手のレジェ50をメーサーで止めるときはモスラの攻撃が当たる範囲まで引きつけなくてはいけません。レジェ50はスタン効果で止めればそこまで脅威のユニットではありません。そしてその間にコングを撃破してレジェ50が単独で登っていきます。迫ってくるジェットジャガーにはメガギラスを合わせます。これがラドンでもよかったでしょうね。こちらのレジェ50を島の端っこに配置したことで後続のスペ50の攻撃を受けずに済みました。上がっていったレジェ50が結晶体を集中攻撃。レベル4のレジェ50を約8秒間フリーにすることができればウェーブ50はクリアできます。そこまでユニットが育ってないという方はモケラやガイガンなどで直接攻撃を敢行してみるのが一番早いでしょうね。ステージの敵ユニットは決まった出方しかしないので、やられていく中で対処法を考えて地道に試していく必要があります。ウェーブ50をクリアできればあとは比較的楽なステージが続きますので、しばらくダイジェスト映像でご覧ください。
いよいよウェーブ60の一歩手前まで来ました。序盤の攻防はまだこちら有利だったのかもしれません。問題はギドラを倒した後です。相手のヘリ基地プラスバトラに対してうまくユニットを合わせることができず、その後後続のゴジラがやってきてしまいました。この時はあえてガイガンをヘリの群れの中に突撃させ、ヘリの攻撃をそらしてあげた方がまだ良かったかもしれないですね。これがもしガイガンではなくキングシーサーを引いていたら、モスラ幼虫を突破して後続が来る前に結晶体を破壊することができたでしょう。ゴジラの後にモスラバトラのコンビが出てきたらほぼ勝ち目はないので、このステージではゴジラが出てくるまでの攻防で勝敗が決まると言っても過言ではないでしょう。送信撃バトルは自分のユニットの総合力が試されるイベントですが、全部が全部まんべんなく育て上げる必要はありません。僕の手持ちのディメンションタイドはまだレベル1ですし、ドラッドもまだ育てていません。ユニットを育て上げても欲しい時に引かなければ意味がないですからね。この動画をご覧になった皆さんが自分なりの攻略法を見つけ出してイベントを進めていってくれれば嬉しく思います。皆さんのご検討をお祈りします。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。